いや、中村ちゃん。はいはい。あのね、なんか、今年1年結構いろいろやったじゃないですか。やりましたね。僕ね、総集編っていうのを作ってみたくてさ。お？マジですか？うん。ちょっとなんか、ね、チャンネルらしいじゃん。そう、夜鍋して作っちゃったんですよ。マジで？うん。見てくださいよ。あー、もうあんのね。あるあるある。あー、見る見る見る。よっと。どうすか？なんか、ちょっとオープニングっぽい。そう。あー、なるほどね。撮ったね、今年。撮ったね。カメラ2大体制だからね。ボツ回多いからね、我々。これ、ボツ回含めてのね。ボツ回含めて。あ、なるほど。うん。いや、懐かしい。一発目、これだったね。そう。あ、600人だったんだ。そうそうそう、600人から始まったんです。あー、なるほどね。いやー、でも今年結構伸びたね。本当に。見たいってやつらいるんだね。ぐるり公園楽しかったな、これ。そうだね、これ魚見ながらできるのいいよね。うん、まだいんのかな、これ。あ、扇島か。そう、扇島なんです。癒しですよ、本当に。扇島はまあ池は釣れてたからね。だって扇島だってボツ貝ないでしょ。ないね。うん、とりあえずなんか釣れるもん。いやー、楽しかった。あの、で、人多すぎて入れなくて別のとこ行ったって、ね、それはあったね、うん、それはあった。それはしょうがないよ。それはしょうがない、うん、でも扇島はほんと釣れる、うん、いいなあそこ。遠いけど。そうで、これですよ。バチ抜けですね。バチ抜けです。もう自分のソロでしたね。なかなかね、行けなくてね。中村ちゃんに頑張ってもらったという感じで。まあでもほら、これもうすぐだからまた来年できる。そうだね。年明けしたら。来年こそは。やりましょう。うん。俺のバチパターンを見せたいね。ないけど、大して。これね。これね。視聴者絶対わかんない。俺が個人的に好きだから入れちゃったんだよ。まあ俺これはいないから何とも言えないんだけどね。そう。これなんか俺らで一番ツイッターでバズった、俺らが出てない動画っていうね。ああ、分解動画ね。俺が頼んだんだよね。そうだね。いつも頼んでるやつを。うん、どうやってんのっていうのを。そう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 。うん、すげえ、こんな何回もバラして調整して、バラして調整してって、ほんといつもありがとうね。いや、大変なんすよ。マジでごめんね、ほんとに。あ、これね。そうそうそう、言ってこれさ、知り合いのところの子供がさ、もうこれ見た後にさ、連れてけ連れてけって、うるさいんだよっていうクレームが俺に入ったからね。まあまあしょうがないよね。超楽しいもんこれ。まあ釣ったね、うん、この時はね。だってこれ俺一人でこれだからね。ほんといじめた。サバゲ行ったね。サバゲやったね。サバゲ動画作りたくてさ。ほんとね、これ俺だって超編集頑張ったよ。撮ってたね、これはね。これ多分中丸ちゃん分からないですけど、ちょっとバトルフィールド4っていうゲームのまんまだからね、これ。あ、そうなの。超頑張った。これやるとさ、次の日体痛いんだもん。筋肉痛になる。おっさんには辛いよ、これ。うん、まあでもやりたいね。これはね、マジでね、もう失敗だった。失敗だった、大失敗だった。うん、大失敗だったけど、この後の経流良かった。これね。これ気持ちよかったね。入れてからのスパート、このヤマメ綺麗なやつね。さすがだと思った。これ本当にパターンだね。あ、うなぎだ、うなぎだ、うなぎさんです。いったよ、本当今年うなぎ超いったね。まあ今年はね、うん、ちょっとうなぎ本気で追った年だったからね。本気うなぎ、本気うなぎをやったね、うん、あ、いい入り、いい入り、いい入り。でも雨玉なんだよね。まあよく遊びに来るよね、こいつ、ね、うん。あー、やったやった。あー、カニ散歩やっと動画ができたやつ。これね、これシリーズ化したいぐらいなんだよね、俺としては。これ楽しい次だからね。ほんと楽しいよね。その場で餌捕まえてナスおもりと針つけただけっていう、ね、アジングロットでできちゃうっていうね。アジングロットね。アジングロット押すからね、俺ら、うん。あー、これはね、楽しかった。あー、レース用の車両まで持ち出しちゃってね。もうほんと超怖かったもん、これ。マジで、うん、楽しいじゃん。あまりに怖すぎてさ、俺だってこの間ディズニー行った時のさ、絶叫マシーンが全然怖くなってさ。あ、マジで。だってもう安全が保証されちゃってるじゃん。まあ、うん、これなんかだって俺自身こうやってこけるんだぜ。そりゃあね、そりゃそうだよ。
マジでな、怖かったあれ。あ、レイクさんだ。レイクトラウトね、これは取れねえよ本当に。これはね、いつ行っても気持ちいいんだ。釣れなくても気持ちよく帰れるから。でも何度かの毎年取ってるよね、あなた。取ってる取ってる。本当これ魚かっこいい。すげえ綺麗。あああったあったっていう、これ。そうね。ボツ貝だって本来だったら。こんなちっちゃいのしかなって。これ、俺いないことになってるから。そうだね。うん。のコメントで。ああ。ほんとなー。でも、そう、これ試しに水中撮ったら超魚いたんだよね。いいなー。うわ、こんないたのって思って、ね。水族館じゃん。そう。びっくりしたよ、あれ。これはもしかして。あ、またうなぎ来ちゃった。うなぎやってるからね。夕方、昼間ぐらいから出れますみたいになったんだよね、急遽。そう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 。お互い空いてて。あ、ひょろひょろ。マジね。場所は知ってたけどさ、ここなかなか行かなかったんだよね。うん、で、明るいうちからだから行っちゃおうかみたいな。やぶこぎしながら超入ったよね。そうだね。いやー、これはね、珍客だった。珍客だった。これは期待したんだよ、このいい曲がりしたから。ああ、これ、これね、神回。これはね、覚えてる。これ覚えてるよね。うん、最初1時間ぐらい何もねえなって言ってたけども、その後のラッシュですよ。そう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 、クロダイでなぜか川なのにマゴチもつってね、マゴチも出てダブルヒットダブルヒットまでかましちゃってる。そう、すごかったねこれ。ああ、いい釣りできた。うん、からのこれだよな。すごいよね、このサイズ2本だからね。このサイズ2本だからね。あ、脱つってたよ。脱いたね。いい走りしたんだ、これ。そう、何釣ってんのって思ったもん。なんだーってなってたから。このグーフーだーって2人でそう思っちゃうんだ、今。そう、本来船乗る予定だったんだけどね。そうなんだよね。大雨降るから船出ねえよって言われたから、しょうがなくて、やっぱりなったんだよね。まあ、釣れたからね。まあね。うん、結構遊べた、遊んでた。あー、正直。これはね、楽しい釣りだった。楽しかったね。ほんと、去年全く入ってこなかったのにね。そう。今年めっちゃ入ってきたよね。来年もこれやりたいね。ああ、この釣りはほんと来年もやりたい。うん。専用タックル揃えたくなったもん、俺。東京は奥昭和ジグ用。だって俺これずっとレンタルだったじゃん。そうだね、ずっと貸してたね。1ヶ月くらいなんか俺さんに借りてたじゃん。行きたいってなったら行けるように。うん。ああ、これ、俺の完全なる趣味の動画。そうだね。いや、だってさ、YouTube 見てるとさ、水槽のめっちゃ綺麗なやついっぱい出てくるから、俺もちょっとやりたいと。そういう編集したいと思ってちょっと作っちゃったんですよ。まあ、でも綺麗な絵撮れてると思う。ああ、ありがたいです。ね、水草の種から育てるってやつね。うん、超、なかなかいい出来だったと思う。で、さらにまた、あ、でも今度はシーバス釣りか。そうだね、これ。稲田取れなかった日だね。そうだね。稲田回ってないんだもん。あの、派手なシーバスボイルばっかりやったからね。うん。バコーン、バコーン。あれ？稲田のあの、ちょばちょばちょばっていうやつとかなかったからね。そうだね。まあでもシーバス取れてっからね。うん。で、この中村ちゃんの曲がらない竿ね。もう何も困らない。本当この回の俺の困りようを見てほしいわ。これはね、ちょっと申し訳ないというかね。そうだね、うん、ここはもう今謝罪しとこう。そうだね、ごめんなさい、すいませんでした、誤報でした。これは完全な誤報だった。だってこの後タッチ入るなんか分かんないよね。分かんないよ、予想だにしなかったもん。予想だにしないよ。今年ちょっと遅いけど開幕ですって思ってたけど、全然だけどさ、全然続かねえ。タチウオにひたすらイカ食われたよ。本当すいませんでした。あー、俺の好きなシーン、この朝日と竿の曲がりと青空。朝まずめの釣りって気持ちいいよね。これ気持ちいいね。これは本当に気持ちよかった。この日はね、なんか俺ジグが合わなかったんだ。そうだね、俺が当たりのルアーを持ってて、あのタングステンのメタルね、台湾の TG メタルだっけ、うん、あれが爆発してたね。ああ、そっからのこれだよね。そっからのこれだね。火が食われてたからね。そう、いや、まさかまさかタッチが出るとは思わなかった。ほんとな、前々から気づいてたからさ。そう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 、俺これだって編集してる時にもう一番寄りで出してやろうと思ってさ、うん、編集したのにさ、この動画出す2日前ぐらいにツイッターで、一番ここに立ち上がいますって出ちゃって、あー、うわーっと、ね、そう、
そうだよね、だいぶ早い段階から釣ってたんだよね。度肝抜いてやろうと思ったのにね、俺の編集が間に合わなかったんだよ。マジこれ残念だった。これはでも今年のなんか衝撃だったね。衝撃だったね、本当に。でも東京湾の海が変わってきてんだろうね、本当に。そうだね。いやーこれだよ、これだね、これだよ。これだね。これはちょっとやらかしたよ。あ、今年一番の大物だと思うわ。いやー楽しい釣りだったこれは。その引いてないんだよね。あのね、本当に分かんなかったんだよ最初。当たりは分かったんだけど、上がったらこれだからね。そう、すげーよ、これはでかかった。ほんとでかかった。こんなの初めて見たもん。マジでね、これ俺さばくの超大変だった。まあこのサイズだからね、うん、だってまな板乗らないところが台所に乗らないんだもん。で何これね。サメだった。 いい引きしてたこれ。ほんといい引きした。走ったもん、座布団2枚目来たと思ったもん俺。ほんと沸かしてくれたこれは。いやーほんと今年も1年間ありがとうございました。ありがとうございました。本当になんかもう感慨深いね、やってみると。そうだね、なんかちょっと頑張った感あるね。ほんと動画投稿を続けられたのも皆さんのおかげです。ほんとです。うん、じゃあまあ今年最後も僕ららしく、今年も1年お疲れ様でした。いや、ほんと今年も一年間ありがとうございました。ありがとうございました。うん、こうやって僕らも釣り行ったり編集できたりするのも、ほんと皆さん見てもらえるから、すごいもうぐちゃぐちゃになっちゃった。いや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 。いや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 。もうわけわかんなくなっちゃった。いやいやいや。